はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望、創造、戦国より七年、小早川秀秋プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、一度怒らせてしまった石田三成、石田家に対して土下座外交を展開して、婚姻同盟をするというところまで盛り返しました。で、今回はまずはですね、連合に組み入れようということで、その三成に使者を送っちゃいましょう。で、この使者さえ送れれば工作はもう必要なくなるので、工作をやめて、あとは連合に組み入れたことによって自動的に上がってくる信頼度をもとに同盟の継続を行っていきましょう。とはいえですね、石田家も対徳川に対しては不利、まあ、かつどうなんでしょう、我が小早川家としてもですね、戦力をだいぶ、石田家に持っていかれてしまったというところがあるので、まずはですね、松平、まあ、今目標にしている家康ですね、徳川家のこの下田城、ここを攻略していきたいというふうに思っています。では早速軍を起こしていきましょう。もうね、かなりやられましたからね、三成には。出陣するぞ。本当にね、やってくれたわという感じですね。さて、これで有機連合、反有機連合に三成も加わってくれたので、まあ、よしとしましょう。で、問題はこの下田城の攻略なんですが、まあ、問題はなさそうですね。むしろ、兵糧の節約のために帰らせましょう。まあ、いつまでこのシナリオをやり続けるんだっていうのはあるんですけどね、だいぶね、こう進んでは戻り、戻っては進むっていうね、それをずっと繰り返してきてますんで。で、どうだこれ、有機勢は不可市場に兵を進めるのか。この辺りはどうなんだろう、守りきれるかどうかちょっと微妙ですよね。さらにここを見てみると、有機家、まあ、政宗とかが出てきていて、さらに石田勢を攻撃しているな。上田城も落とされましたね。まあ、下田城が取りましたと。逃げるなら今のうちだぞ。騎乗する。まあ、石田勢がもうちょっとね、頑張ってくれればいいんですけど。先月の収支です。報告します。で、朝廷外交は今進めていますよね。あと5ヶ月というところまで来てます。さて、じゃあ次どこ攻めるかだけど、なんとかかんとか、石田勢には踏ん張ってもらうとして、我々はどうだろう、この玉縄城攻略に出ますか。さて、玉縄城はというと、結城秀康自らが入っているんだな。そうそうたる武将が入っているね。ここに対して調略を仕掛けていく意味があるかというと、でもそれなりにありそうですね。
まあ、戦闘に出てくる武将かどうかというのはありますけど、もう15を組み合わせて戦っていかないと結城に勝ち目なくなってきてるからな。養生を始めます。先月の収支です。まあ、次の目標は玉縄城に決めたものの、気になるのがやっぱり石田勢の動向なんですよね。出陣します。出陣するぞ。伊達秀宗も不戦に応じる。でも木とかめっちゃあるからさ、どっちかっていうと米の方が欲しいですね。お米、その方が密談できるところあれば密談しておく。援軍が出てきそうなところは密談の使者を入れときましょう。金をばらまくしかないけど、結局今だと戦力的に不利になっているんで、ちょっとでもね、その戦力的な不利を回避するという方策っていうのを考えていかなきゃいけないんですよね。とりあえずこの木材と鉄を売りたいな。ちょっと残念ながら売るコマンドがこれではないのでしょうがないんですが、甲府城に7万の軍勢か。甲府に7万の軍勢、これはどこ勢よ。徳川勢か。まあ石田に援軍頼むわけにもいかないしね。まあなんとかうまいこと撃退していくしかないかなとは思うんですが、朝廷外交が終わったね。朝廷外交が終わったのであれば、このタイミングを使ってしっかり玉縄城攻略の方に戦力を割きましょう。幸い今石田勢と結城勢が戦っているので、そこまで大規模な援軍は結城勢としてもおそらく送れないんじゃないかなと思うので、待ってね。和解ができない。そうか。今は、これって徳川勢じゃないの？徳川勢だよね。徳川勢に対して援軍が送れない？ちょっと待ってね。外交で、朝廷外交。信用度はもう100に達している？達しているものの微妙に足りていないのか。ちょっと待ってくださいね。そうなるとこれは、一転して援軍を送ってあげないとダメだな。出陣する。まあ、攻撃する構えですね。様子を見てさらに増援を送ってあげるか。まあ敵はね、雪村とかが出てきているっていう意味でかなり強力なのはもうしょうがないので、我が軍略お見せしよう。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。密談のチャンスも逸してるしね、今。密談の相手というのは今、
結城家をターゲットにしていたんで、援軍の要請が出せる状態だったらちょっと援軍の要請を出そう。なんとかね、この甲府城の防衛のために三成に兵を出してもらおう。出陣します。続け。負ける気がしないな。養生を始めます。報告します。先月の収支です。先月の収支です。報告します。よし、そしたら今出ている軍勢そのまま玉縄城にぶつけよう。玉縄城の攻略戦に入っていけば、あるいは玉縄を落とせるかもしれない。長いってこともないと思うんだけどね、この設定したルートが長すぎますってたまに、ダーンとこんな感じで行ってくるんですけど、そんなにね、長くはないっていうね。そこまで堅くなに長いと言ってくるか。かしこまりました。承知しました。長いって言ってるね。玉縄城行きたくないな、さてはお前ら。まあ、気持ちはわかるけど。福島正則が死んだか。貴重な戦闘要員だっただけに痛いな。まあしょうがないですね。こうやって寿命で徐々にね、死んでいくものが増えていくというのはこの先増えてくるんじゃないかなとは思います。さて、小野寺義道は不戦をさせよう。でだ、不戦させるのはいいとして、玉の王者を一気に落としたいので、かしこまりました。お任せを。逃げ道などないぞ。よし、力攻めにして一気に城を落とそう。攻め込め。結城からの援軍が来る前に肩をつけたいので、養生を始めます。報告します。報告します。そうすると援軍が来てるね。この援軍をどこで迎え撃つか。これはここで迎え撃とう。小机で迎え撃とう。しばらくないだ、持ちこたえてくれればいいからね。よし、持ちこたえたね。そしたら兵糧の、まあ、温存のために一度兵を返します。騎乗する。戻るとするか。出陣する。せっかく出てきてくれたんだからきっちりお礼をして返そう。承知いたしました。騎乗する。
このままね、返すわけにはいかないからな。ご命令を報告します。先月の収支。さて、問題はちょっと外交の方なんだよね。朝廷外交はうまくいってるのかな、本当に。あとはちょっとでも兵糧が増えるような政策なんか考えたいけどな。もうないかな。うん、合資策、これは秋の収穫が増加、これは入れておきたいというか、もう入ってるね、考えは。しょうがないね、もうやるものがないので、今あるもので耐えしのぎましょう。で、玉縄城の防衛はできたので一旦兵を返しましょう。さあ、続いて徳川なんですが、徳川どこを攻めるかだな。結城はしばらく、放っておける状態になったので、今石田勢がどこを攻めようとしてるの。美濃和か。美濃和城を攻めようとしてるんだな。美濃和城を攻めるのであれば、周辺から援軍が出るんじゃないか。敵の方も、家康の方もおそらく兵を出しますよね。もう家康じゃないね、出すと思うので、その隙にどうでしょう、この八王子城を狙いますか。ちょっと様子を見ましょう。気になる。出陣します。出陣するぞ。意外と兵は出してこないね。どちらかっていうと北陸の方から兵を出していて、やっぱり小早川と隣接しているようなところは兵を温存する構えだな。そうなると電光石火で八王子を落とすっていうのが一番いいかな。まあ、つまり敵が援軍を繰り出してくる前に決着をつけるっていうね。いざ参ろう。出陣する。出るぞ。必ずや勝つ。まあ、スピード勝負になり、おっと、出た出た。この人たちね、出陣したよって見せかけて帰るの得意だからね。本当にね、よくやってくれるんですよ、このパターン。ただそうはいかないぞ。確実に出陣してもらう。まあ、恐れてるのはね、この隙に小田原城あたりを狙われるときついかなっていうのはあるんですけどね。まあ、ただそういう意味でも余剰の戦力は残しておきたいなというのはあるので、まずはこの三河から遠江、駿河にかけての軍勢で八王子を狙いましょう。ここもスピード勝負だからな。他から援軍が出てくる前に一気に肩をつけましょう。登場を始めます。先月の収支です。で、もちろん力攻めでもう一気にね、決めに行きましょう。で、案の定堺が出てくるね。堺の進行ルートは間違いなくここ勝沼で迎え撃ちましょう。で、勝沼で迎え撃ってる間に小早川秀明が合戦に持ち込むと。いや、合戦に持ち込む得策じゃないね。そうするとここは強行にしますか。出陣するぞ。よう
上を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。今だとここで勝沼で堺勢を富田勢ですね、富田重政8000と東郷の戦国隊が激闘中なので、この隙に八王子城を強行して一気に城を落とすという作戦ですね。でさらに援軍が出てくるようであれば、その援軍もどっかで食い止めてあげなきゃいけなくなりますね。玉縄に 33,500、 玉縄に 33,500 出てくるんであれば、玉縄に兵を戻しましょう。承知しました。養生を始めます。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。よし、八王子を落としたね。八王子を落としたんで、一部の部隊を返して、そのまま残りの部隊は手薄になっている。どうする？どこを狙うかだな。順番で言うとやっぱり江戸城なんだよね。江戸城を落とす力があるかどうかっていうところだな。いや、ここは思い切って江戸城まで進行しましょう。いや、このね、長いっていうのやめてほしいんだよな。全然長くないからさ、しっかり見極めてほしいよね、そのあたりは。で、あとは一部の軍勢は、玉縄城の防衛任務も兼ねつつ行ってもらいたいな。そこはそこでしっかり撃破しながらっていうね、そういう動きを見せてもらいたい。かしこまりました。やるとするか。ご命令を報告します。報告します。先月の収支。さて、深見の戦いがやや不利になってるな。深見の戦いが不利になっているので、ここに増援を出してあげたいけど、ここはそうだね、玉縄城に池田重俊隊7400を増援で出しましょう。これで深見の戦いも挟み撃ちにできるはずなので、少し有利になるはずだ。で、いつもの通り江戸城は強攻をかけて一気に落城を目指しましょう。援軍が出てくるものに関してはどっかで食い止め。承知いたしました。よし、これで玉縄城の防衛はできたので、一旦兵は騎乗させよう。ライレンもね、よくやってくれてるよ、本当に。続け。よし、江戸城も落としたね。この一連の戦い方悪くはないね。せっかく取った城なんで、このまま離れるとどうだ？ちょっと危なそうだな。
少しの間だけ駐留しますか。大丈夫だね。みんなここを避けて帰ってくれるんであれば問題はないですと。戻るとするか。いやー、苦しい中、玉縄、八王子、そして江戸と取りましたね。どうだ、少しは見えてきたんじゃないか、その松平家、徳川家を滅ぼす三段というのが。今拠点数が29、武将130は、まあ、多分ね、これは圧倒的だと思うんですが、兵数が35万ですね。結城の方が兵数が52万。んで、石田はというと、兵数が66万。まあ、石田がもうちょっと踏ん張ってくれればね、いろいろできるかなと思うんですが、一方、東方、小早川42万か。っていうことはもう、兵数では松平、まあ、徳川家を上回ってはいるな。まあ、そのうち半分ぐらいは、畿内と九州と四国とっていう感じで分散しているんで、実質、すぐに動員できる。三河から豊臣、あと関東にかけての軍勢はその3分の1以下だとは思うんですけど、それにしたってよくやってる。あとは、で、これを見る限りだと、どうなんでしょうね。なんとか、石田勢も、信濃方面の城は奪還してくれたみたいなんで、ちょっとは期待できるかな。残された徳川勢の城まだまだあるけど、まあ、でもね、だいぶ気は楽になってきたな。ただそのためには一部はね、どうしても結城家と戦闘していかなきゃいけないところが一部出てきそうですね。まずは、この後の戦略なんですけども、下宇佐方面ですね。上総、あとは下宇佐。この辺りを攻略、まあ、千葉県ですね。千葉県を攻略して、関東を固めていきましょう。そっからですかね。まあ、なんとか今回、江戸攻撃して手に入れたので、このままね、石田と強固な連合、共闘関係のもと、戦っていきましょうと。ということになります。では、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。